アガーテンブルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す町村である。この町は、ザムトゲマインでホルネブルクを構成する自治体の一つである。アガーテンブルク城1652年にブレーメン、およびフェルデン高領を治めるスウェーデンの総督、ハンスクリストフ・フォンニヒスマルクは、リート村の古い農場を手に入れ、城を建てた。彼はこの城を、 夫人アガーテ・フォン・レステンの名にちなんでアガーテンブルクと名付けた。リート村もこれ以降、この名で呼ばれるようになった。ケーニヒスマルクは、アルトマルク地方の同盟の村出身で、スウェーデン女王クリスティーナから白衣を授かった。彼は、イギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ一世妃ゾフィードロテイフォン・ハノーファーとの交際で知られる、フィリップ・クリストフ・フォン・ケーニヒスマルクや、 ポーランド王権座区戦,戦抵抗、アウグスト2世の愛人であった、マリアウローラフォン・ケーニヒスマルクの祖父にあたる。1680年に母親がスウェーデンに移るまで、彼はしばしば、下でからやってきて、子供や妻と共に、アガーテンブルクで何日も過ごした。アガーテンブルクの長議会は11議席からなる。この町の紋章には、右向きの青い三角が3つ描かれている。 アガーテンブルクはハンブルクとクックスハーフェンとを結ぶ連邦道 B73 号線沿いに位置する。クックスハーフェンハンブルク間のニーダーエールベ鉄道もこの町を通っている。駅はハンブルクエスバーン網に組み込まれている。さらにハンブルククックスハーフェン広域自転車道及び北海海浜自転車道もこの町を通っている。ありがとうございます。